ダートマス伯爵は、グレートブリテン貴族の伯爵院。トーリー島の政治家、第二代ダートマス男爵ウィリアムレッグが1711年に、上されたのに始まる。イングランド海軍の提督ジョージレッグは、1682年12月2日の、直居場で、イングランド貴族爵位レボン州における、ダートマスのダートマス男爵に除された。彼は1688年に、オレンジ ウィリアムの上陸を阻止するための艦隊の提督を務めていたため、名誉革命後、ロンドン島に投獄され、そこで死去した。初代ダートマス博、ウィリアムレックその息子で、第二代ダートマス男爵位を継承した、ウィリアムレックは、トーリー島恩恵派の政治家として、南部担当国務大臣や王子少将などの閣僚職を務めた、そして1711年9月5日に、 グレートブリテン貴族爵位、ダートマス伯爵とケント州におけるルイシャムのルイシャム施爵に除せられた。初代伯爵の死後、その孫にあたるウィリアムレックが第二代伯爵位を継承した。彼も、商務長官や植民地大臣、王子商書などの閣僚職を歴任している。二代伯爵の死後、その息子ジョージレックが三代伯爵位を継承した。彼は、就職前に、 トーリー党の庶民委員議員を務め、1801年から1802年にかけてインド庁長官を務めた。三大伯爵の死後、その息子ウィリアム・レックが四大伯爵を継承し、四大伯爵の死後はその息子、ウィリアム・ウォルター・レックが五大伯爵位を継承し、五大伯爵の死後はその息子ウィリアム・ヘンエジ・レックが六大伯爵を継承し、 六大伯爵の死後はその息子ウィリアム・レックが七大伯爵を継承した。いずれの当主も就職前に、トーリー党、保守党の庶民議員を務めている。七大伯の唯一の男子だった、ルイシャム死爵ク、ウィリアム・レックは、第二次世界大戦の北アフリカ戦線で戦死したため、七大伯の死後は、その弟ハンフリー・レックが八大伯爵を継承している。 八大伯の死後はその息子、ジェラルド・ハンフリーレックが九大伯爵を継承した。九大伯は、リア・ブラザーズの取締役を務めたほか、ロイヤル・コーラル・ソサイティや、アングロイ・コール・ブラジリアン協会の議長を務めた。九大伯の妻レインは、1976年に九大伯と離婚した後、ダイアナ皇太子妃の父代八代、 スペンサー伯爵エドワード・スペンサーと再婚しており、従って、ダイアナ皇太子妃のマま母にあたる。旧大伯の死後は、その息子ウィリアム・レックが十大伯爵位を継承した。彼が2017年現在の当主である。本邸は、ウェストヨークシャーのマーズデンにあるブラックリーハウス。現当主ウィリアム・レックは、以下の爵位を保有している。ありがとうございます。